プリニウス、博物史より、バシリスク、1584年、フランクフルトアムマイン。バジリスク、または、バシリスクは、ヨーロッパの創造上の生物である。名称はギリシア語で、小さな王を意味する、ベータアルファーシグマヨタラムダイプシロンに由来する。すべての蛇の上に君臨する、蛇の王である。外見は、ただの蛇だが、頭に王冠を彷彿とさせる模様がある。 体を半分持ち上げて進むと言われ移動する音を聞いただけで周囲のヘビが逃げていく。この特徴から後世にはインドやエジプトを含む北アフリカに生息するコブラからこの生物を想像したのではないかとも考えられている。リビアや中東にある砂漠地帯はそこを住みかとするバジリスクの力で砂漠となったと言い伝えられた。古代ローマの学者大プリニウスが書いた 博物史、第八巻第33章第78から79節、及び29巻19章66節の記述をまとめると以下のようになる。バジリスクは、くれたキュレナイカ集散の小型の蛇である。その毒は、非常に強力で、匂いにより他の蛇を殺し、息に含まれた毒は石を砕く。さらに、 馬上の人が手に持った槍でバジリスクをつけば、槍を伝った毒がその人を殺しさらに馬すら殺すと言う。見ただけで死をもたらす力を持っていると思われていた。イタチが一種の天敵であるとも言われている。エレミア書や詩編では、バジリスクは救世主によって倒される悪魔の象徴と言われている。ウリス・セアル・ドロ・バンディチョ、怪物誌より、バジリスク、木版が、 1642年、ボローニャ。鶏に似たバジリスク聖ミカエルがバジリスクを殺す、シーンを描いたズボーレの師匠。中世になると、バジリスクについての伝承は、コカトリスのものと合流し、同一視されるようになる。バジリスクは、オンドリの産んだ卵を、ヒキガエルが孵化させて生まれると言われるようになり、その姿や生態についての記述には、オンドリのそれが取り入れられた。そして、 コカトリスとは、私有関係にあるとも言われ、バジリスクの別称として、コカトリスが用いられるようにもなった。また、ジェフリー・チョーサーは、カンタベリー物語に、バシリコックという名前でバジリスクを登場させた。その後、バジリスクの恐ろしさに関する記述は、どんどん大げさになっていく。例えば、さらに大きな怪物とされたり、口から火を吹くことになっていたりする。 ルネサンス時代には、本当にそれほど危険であれば、実際にバジリスクを見た者は生きて帰れないので、誰もそれについて語れないはずだという意見が出てきた。それでもバジリスクの伝承は、ヨーロッパの文化に根付き、貴族や団体などがバジリスクを、紋章のデザインに取り入れており、今日まで続いている。バジリスクは、その危険な能力ゆえに、多くのファンタジー作品に強敵として登場している。 ほとんどで、猛毒を持つ、視線で石化するという二つの能力が共通して登場している。ファンタジー作品におけるバジリスクは、コカトリスと混同されるケースも多い。1768年に発見された、あるトカゲは、バジリスクを思わせると坂を持っていたため、バシリスクと名付けられた。ただし、毒はなく、もちろん、見たものを殺す能力もない。ありがとうございます。